皆さんこんにちはルーですアセンンション2021へようここそお越ししいたただきましたこれからの対談はオールインワンワークスペースとしてメモプロジェクトからファイルまで一元管理できるツールノーションを運営しているノーション c o o アクシエコターリッシュをゲストにお招きしてコロナ禍が変えたサンフランシスコと福岡のスタートアップエコシステムについてお話をお伺いしていきたいと思います。 アクシェさんよろしくお願いいたします。そして高島市長、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず、アクシェイさん、ノーションについて会社概要やサービスをご紹介いただけますか承知いたしました。お招きありがとうございます。私は数回日本にいたことがありますので、皆様方に。 福岡市長にお会いできますのは素晴らしいと思います。日本の5大都市の5番目だそうですね。市長にお会いできてよかったと思います。 2013年に私が始めましたノーション社であるスタートアップなんですけれども、それぞれの世界の人たちをもっと生産性を上げるというものが趣旨でございました、まあ。一つ世界で何が起こっていると思いますか、まあ、たくさんいろんいろなツールを使っておりますでしょう。基本的な仕事なのに。で、ノーションは何をするかといったらこれ一緒にするんです。だから、ノートを取るでも、あるいは指ベースを作るであっても、プロジェクトの管理であっても一つでやっちゃう。あるいは、例えば、 まあ、将来的なナレッジベースを作るとか、成長型の会社にするためには、ノーションはすべてお手伝いできます。構成要素を一緒にできます。だから、いろんなツール、あちこち。行かなくてもいいわけです。だから、生産性が上がるわけなんですね。ゴールは生産性を上げる、世界中で上げる、るこれが目的です。それでは、続きまして、ユニコーンへの成長過程や。グローバル展開の展望について、お話をお伺いしていきたいと思います。 アクシェイさん、ノーションは最初からユニコーンを目指されていたのでしょうかまた IPO は選択肢にあったのか教えていただけますか、はい、この会社自身が創業いたしましたのはシンプルなアイデアからです。別に製品はいるわけではなくて、ツールも全部あったんです。それを一緒にまとめちゃう。それをノーション。 オールワンプレイスのワークスペースを作るということですそれがアイディアだったんですね。非常にシンプルです。 だからツールからツール行っているときに伝言ゲームで情報が抜けちゃう。あるいは必要な情報が入らない。それを一緒にしちゃう。それがノーションです。長くかかりましたよ。市場を探しには長くかかりました。2013年と申し上げましたけれども、あでも数年間かかったと思います。昨年、ユニコーンになりました。 これは明らかに、まあ、私たちは感謝してるんですけどユニコーンにしていただいあビジネスには投資をいたしました。ノーションのユニークなところは何かお客様が非常にグローバル化していることであります。ユーザーの8割がアメリカの外。日本もですね最も急成長の市場の一つです。まあ、だから、サンフランシスコの外ではまあ私たちは2つのオフィス、ダブリンと東京にあるんですけど、2つあります。そして東京にはです、ね。 当初から投資をしておりまして、日本は市場の市場重要な市場だと分かっていたからでありまして、日本のスタートアップも分かっておりました。それから大企業も関心を払っていらっしゃるということも分かっております。関心を払ってツールを提供して、どこからでも仕事ができるようにプラットフォーム、オフィスもですね。 まあ非常に分散的になってきております、大企業も。過去18か月たくさん投資をしてまいりましたけれども、この日本の市場であります。改良をかけて、提供品をよくして、そして成長は目を見張るようなものであります。日本だけでも、例えば5倍になりました。まあ、この軌道を続けておきますと、まあ、そうですね、まあ、強い独立の会社としていられると思います。うん、そして IPO も夢ではないでしょうね。 うんあの結構ほらそのこれまであった例えばサービスメモの機能だとかもしくは、えー、スプレッドシートとかこういうこれまであったサービスを一つにまとめるとかあのいうことなんですがほ、まあ、他にも競合となるような会社ってあると思うんですよね。そんな中でもノーションが特にみんなから支持をされるようになった理由って何だと思います 素晴らしい質問です。マイクロソフトのオフィスを考えましょうか。それが第一世代とします。生産性ツールですよね。ワールド、エクス、ワード、エクセル、パワーポイント。全部、全員使ってます。第一世代であります。80年代、90年代に組まれましたね。二世代も何か Google だと思います。Google がスイートを作りました。そして提供いたしました。あまあ、いわゆるですね、オンラインでできることを ドックシートといろいろ機能を重ねました。それをオンラインで開放してしまったんです。まあ、一つ起こっておりますのは何かと言いますと、まあ、認識が広がっていたと思います。仕事の仕方が違うんです。市長も私も違うでしょう。スタイルが全然違うんです。私たちのつく使っているソフトは非常に、まあそうですね、硬いものでありますね。ソフトウェアといったらですね、コンサルタントに電話して教えてもらわなければいけない。でもノーション は全てのです、ね、を一緒にすするんですカスタム化できるわけで、まあ、ソフトウェアを変えることができるわけです。まあ、自分のカスタム化ができるわけです。脳の動きに合わせてということです。だから、ノーションは第3世代になりたいんです。マイクロソフト、グーグル、そしてノーション。そんな中でもほら日本史上すごく注目して、あのー、いるというお話があったんですが、そのアメリカ だけではなくって、その日本の市場ですごくこれがあのヒットしたっていうのは、それって理由はどこにあるんですかね。結構ね、その福岡でもね、あのエンジニアの人たちに聞いたらね、みんなノーションって言ったら結構エキサイティングにね、あのノーション使ってるって言ってね、すごくね、あの今日私があのノーションのね、えー、方とお話しするんですよって言ったらね、あの皆さん興味を持ってくれたんですが、なぜ日本の市場でそんなに受けたんだと思います。 感謝いたしております日本のお客様のサポートに。まあ、そうですね、ノーションの初期に起こったことは何かと言いますと、上司したときには、世界中の人たちがノーションを使い始めて、そしてノーションで作り始めたんです。テンプレートを作って、ひらがたと呼んでおりますけれども、2019年のときでありましたが、東京に来たときのことを覚えているんですが、うん、東京コミュニティがありました、ノーションユーザーのコミュニティが。 そして日曜日の午後、銀座で会いました。50人参加してくださって、本当にワクワクしてきてくださいましたよ。ノーションの設定をこれやってると発表してくださいました。<music> まあ非常にです、ね、きっちりとコミュニティがあると思います。ビルダー、クリエイターと呼んでおりますけれども、ノーションのプラットフォームを使って、自分の本当にパワフルなものを作ってくださっております。<music> まあこれがですね、成長の第一段階。 現在、日本では、スタートアップはま特にノーションを使い始めていると思います。まあ、非常にですね、私たちは新参者でありますけれども、投資はローカルに1年前に始めただけなんですけれども、日本のバージョン、ノーションバージョンというのは出ますよ。日本語版です。 だからローカルな人たち、まあ、おそらくもっとレガシーのビジネスも例えば大企業もレガシーを使っていらっしゃる会社も望む楽はそうですねノ、まあ、ーションを採用していただきたいと思っております、まあ、そのために投資しますよもっとローカル化するそしてセールス組織もですね日本で立ち上げますまたサポートに投資をしております日本語化です ノーションを日本語版バージョンで作りたいですね。うん、日本に溶け込めるように。シナプログラムはスタートアッププログラムを後押して成功しておりますが。それを拡大したいと思います。福岡市と手を組ませていただければ、スタートアップ支援ができるんじゃないでしょうか。そしてそのスタートにノーションを使っていただくわけです。このノーションのサービス自体はコロナっていう中ですごくやっぱり、あのー、その。 強みを発揮できたいい環境だったと思うんですよ、ノーションにとっては。あの、日本でもやっぱり、あの、オンラインで仕事をする人非常に増えましたんで、離れた場所で一緒に仕事ができるっていう意味では、そのサービス、とてもノーションにとっては良かったと思うんですが、一方で、グローバル展開をしていこうっていうときに、そのコロナで人が直接は動けないっていうところで、その細やかな、その、 そのカスタマイズというかその国に合わせたカスタマイズっていうのも非常に難しかったのかなと思いますけどもそのあたりコロナ禍とグローバル展開っていうところではあのどういうところに工夫をしました ?I think the biggest thing that we did was learn how to work. 分散的にどう仕事をされるのかということを観察したと思います。人々はどのようにです、ね、仕事をするのかユーザーに学んでいただく。いろいろなところで働けるんだ。<noise> 一つの部屋にいなくてもということをユーザーに学んでもらうあ。そしてもっと接続型の製品にいたしまして。だから、まあ、このような人たち、同じ部屋で働いていない人たちに使い勝手が良くなると工夫をいたしました。Zoom を見てください。まあ、今、Zoom ですよね。お話してますよね、市長と。コミュニケーション 一緒にすするることがでできるわけです、うん、同じようにノーションも、まあ、コラボツールだと思っております、まあ。書類を一緒に見るとか、プロジェクトに一緒にするとか、そうしますと、ある場が必要であります。私も見ることができるし、まあ、あなたは何を仕事をしているのか、そして市長も私の仕事を見ると。だから非常に保管ツールになるわけです。コミュニケーションを強化してくれます。保管ツールです。 一般的に言いましてコロナは、まあ、明らかに世界にとっては厳しい18か月でした。大変でしたよ。それと同時に遠隔地から一緒にです協力して仕事をする機会も与えてくれました。仕事を変えました。それから仕事の概念も変わってきました。そして、まあ、異文化化 多国家間ででの仕事ができるようにしましまただからノーションの価値は何かと言いますと、非常にノーションをこんなにかっちりと使わなくてもいいんです。柔軟性があるんです。いかようにも使いなさいと。 そしてそれぞれの人、それぞれの会社の使いたいように使えばいいということ、ノーションに優れていたのはまさにそこだと思います。積み木だけれども。でも積み木の組み合わせは自分のベストに積み上げなさいよと、それでいいんだと。ラッキーだったと思いますよね。企業の代わり目にいたということ。そして、てこの、まあ、ズームのようなノーションはや、それにてこの作用を与えるものだと思います。 さて、コロナ禍の話題が出ましたけれども、高島市長。うん、福岡市はコロナ禍で、どのようなチャレンジをされているのか、お話を伺いできますか。ああ、コロナね。まあ、えっと、コロナ禍で、やっぱり、その。多分、今、あもうまさに、その、なんていうの、あの、アクシーさんがお話しいただいた通り。 福岡、日本においても、やっぱり人々が求めるサービスが変わってきたわけですね。だから、当然、あの、こういうオンラインで仕事をしていく、そしてチームビルディングっていうのも、直接会わずにしなきゃいけないっていう中で求められるサービスも変わってくるし、だから、あの、福岡市として、えー、新しいビジネスを生み出していく、もしくは実装していくための、えー、社会実装のためのチャレンジ、 を、えー、を応援すするようなな、えー、そんなあ、まあ、プログラムを用意したわけですね、えー、要するに「ビヨンド・コロナ」っていうテーマで、えー、実証実験のフルサポートを行政がしますよっていうような形で、えー、例えば、うん、離れた場所にいても例えばその仕事をするんだけども家だと例えば子どもがいたりとか、まあ、もしくは、えー、家族がいてなかなか仕事に集中できない人に あの家の例えば同じマンンショのの中の一室を、ね、例えばあのワークスペースと代わりに使うようなそういうまあ簡単にシェアできるルームの、ねえー、サービスを始まったりとかまたあの感染症対応の、ね、いろんなこう新しいサービスっていうものがをチャレンジしたいっていうスタートアップに対してその場所を提供したり、えー、まあ行政としても協力をするっていうような形で、ね、コロナのピンチをチャンスに変えようっていうことにも取り組んできました。 すごいですね。関心があるのは、guess, いかに市長が強いビジョンをスタートアッププログラムに設定されたか、どうしてできたのか、他の都市が例えば学んだとか、インスピレーションを与えられた他の都市があったんでしょうか、うん、あの実は、アメリカのシアトルに行ったときにインスパイアされたんですね。で あのシアトルに行った時に、ね、マイクロソフトとかアマゾンコストコスターバックスシアトルズベストーボーイングでこういうグローバルな企業がそのシアトルという街に本社を置いてグローバル展開している。で日本では実は首都である東京にたくさんの首都が全部集まっているんです一極集中しているんです。でもシアトルにに行った時に 首都から遠く離れた西の港町でなぜこうしたグローバル企業が生まれて成長することができるんだろうって思ったときに実はシアトルの特徴が福岡市とそっくりだったんです。例えば、えーとまあ、港町であって住むゾーンとそれから働くワーキングゾーンっていうのがその町のゾーニングがすごくしっかりされているということそれから まあだからそういう気分の転換っていうことがすごくできるような環境でそしてもちろんあのニューヨークなどのような大都市と違ってコストがあの安かったっていうようなことでいわゆる失敗できる何度でもチャレンジできるっていうような環境があったとかそれから優秀な大学があって大学の研究シーズンがオープンになっているとかでこういうシアトルシアトル市の説明を聞いてた時にあれ 今の話は福岡市の話かなって錯覚するぐらい実はシアトルと福岡すごく似てたんですね環境が。それであ福岡市はこれまで住んでよしまた、えー、旅行に来てよしでも実はそのこんな環境がビジネスの強みにもインセンティブにもなるんだっていうことをシアトルでスタートアップっていうものを見たときにすごくインスパイアされて。 それで福岡でも新しいビジネスをどんどん生み出せる環境に力を入れようということでそれでスタートアップ都市宣言っていうのを2012年に行ったんです。素晴らしい。 私たちが何かできませんか市長スタートアッププログラムで何かお手伝いできるかとすれば ?9 年になるわけですよね、うん、じゃあ私たちは何か9年目に何かお手伝いをして追加できることは？えっと、ノーションが福岡市に拠点を設けていただけることがこれは一番だと思いますね。それで、えっと、 福岡市の一番ど真ん中には福岡グロスネクストというそのコワーキングのスペースとか日本最大級のスタートアップの支援施設があってでここを拠点にしてたくさんの新しいサービスを日本で展開しようというチャレンジャーが集まっていますでここにノーションが来てくれたら これは、その、何ていうか、もちろん、あの、ユニコーンが、こうした中に入ってくれるっていうのは、私たちにとってもと、とても大きな力になりますし、あの、福岡に拠点がある、スタートアップということは、福岡市も全面的に、その成功にバックアップをしますので、日本で展開をする上で、障害となっている様々なハードルを福岡市が一緒に解けて、日本市場で、 世界に先駆けた新たなチャレンジをノーションがする時の力になれるというふうに思います。これはお互いにとって絶対にウィンウィンになれるというふうにあの市長の私がお約束をします。 楽しみにしております。訪問を楽しみにしております。私たちの、私たちの業を拡大したいと思います。<に>市長に本当に i n s p i r されます。36歳の時に市長になられた。私35歳なんです。うん、だから、お互い本当にインスピレーションを交わせますよね。うん、都市を変えるということでしょう 変革させるということでしょ、うん、完全に、うん、そして、私は民間の側から同じことをやっている。そうですね、やっぱり、その今の。 時代に生まれてきて、そして、やっぱり、次の世代のために、やっぱり世界をやっぱりアップデートして、社会をアップデートして、次の時代にバトンを渡したいというふうに思っている気持ち。多分、あの我々はあの一緒の気持ちがあると思います。特に今、コロナということ。それから、新しい技術も登場して、不確実なあの時代になっていると思いますので、まあ、そんな中で、新しい時代の。 お未来っていうのをね私たちがこう作っていけたらいいなっていうふうに思いますしまたあの日本も例えばやっぱり多くの政治家はやっぱり非常にこう高齢者が多いんですよねだからどうしても新しいチャレンジ消極的だったり今の既存ビジネスに対してそのやっぱりスタートアップっていうのは今の あの既存ビジネスにに対するライバルになるのでなかなか消極的だったりするんですけどもまああの私をはじめ、えっと、日本ではそのスタートアップ都市推進協議会っていうスタートアップを応援するその首長市長とか知事のチームがあってまあ私がそのリーダーをしているんですが他にもそういうチャレンジングなあの都市がありますんで。 こういうね、あの街とともに、その日本をどんどんアップデート、お、していけたらいいなというふうに思っています。そのためには、あの、それを具体化してくれるね。あの、スタートアップの存在って絶対必要ですし。あの、ノーションのね、あの、そういう、その、世界を変えていこうっていうようなこと。みんなにとっての、今必要なサービスを、どんどん。 を出していくっていうアグレッシブな、あの。え、こうしたものっていうのはね、とても、あの、私もインスパイアされます。さて、福岡市のスタートアップイズムについて、市長の方からお話しいただきましたけれども。ここで、エコシステムについてお伺いしたいと思います。アクシーさん、サンフランシスコのエコシステムの良い点、そして悪い点を教えていただけますか。Well, I think, uh そうですねシリコンバ,リーにはバレーには豊かな歴史があると思います企業化製品技術ご存知でしょうが、数十年わずか数十,十年前ですこれらのエリアというのはで、まあ、リンゴ畑だ,だったんですせず農地だったんですそれが今やシリコンバレーになりました 技術のですね、メッカになったんです、世界の。だから、この地域が提供するものがたくさんあります。素晴らしい、才能を持った人,人材が世界中から集まっております。まあ、そして、留学をして、仕事をして、そして資本も手に入る。私はですね、収支をしたのはサンポードなんですけれども、まあ、その時にですね、投資家にすぐに会うことができました。まあ、そして、お金をいただくことも、 まあ非常にですね早かった。それは価値があります。<I think S 1> それから、お手本もあるんです。私もう言及されたと思いますけれども、<you S 1> 本当にです、ね、成功した企業が周りにいれば、それは学べますよね。<inspire> そして、インスピレーションを与えられるわけです。Uh, あの人は成功した。 本当にやる気になりますよね。それが次の世代のインスピレーションというものです。私がスタンフォードで学んでおりました時には、マイクロソフトなどはいつもです、バックアップを持っておりました。そしてすべての人たち、いつもです、自分の会社を作れと。 いう資料、緊急資料が出ておりました。このまあ、そうですね。シリコンバレーではやはり企業がしたいんです。全員がまあ、プラン a があれば、そして緊急計画のです、ね。バックアップを持っているものです。というとエコシステムが非常に活発になります。とにかくリスクは何でも取り放題立ってやるぞということです。そして実験をためらわない。怖がらない。失敗を怖がらない。 And so, I think s, <S そういう雰囲気に満たされるのがやはりですねこの シリコンバレーの教訓だと思います。過去10 18ヶ月を振り返りますと、パンデミック、そしていろんなところから仕事をするようになりましたので、分かってきたんだと思います。ふるさとにいてもいいんだと、あるいは国に帰ってもいいんですよね。日本に住んでもいいわけであります。そして仕事はどこかでやるということだって可能になりました。だから世界がオープンになり始めていると思います。 ねまあ、才能に通う、まあ、になりますけれども、まあ、それと同時にインターネットでそういう優れた人材と話ができるようになりました。そして、まあ、他に移る人もあると思います。だから世界にとりましては機械の窓が開いたと言ってもいいでしょう。服は 福岡に帰ってベンチャーを始める人も出てくるでしょうし、それはエコシステムの成長にはいいことです。私はインドで成長いたしました。インド出身です。またインドもたくさん変わってまいりました。かつてはインドと言いますと、90年代はですね、サービス業中心でありました。サービス業だったんですが、過去10年間、インドは今や…

だから、その一部というのは、まあ、そうですね、まあ、これはこの地域に持続可能な投資をしなければ人材、資本、そしてお手本も集まりません福岡で市長の考えていらっしゃるのにぴったりと沿っていると思います。10年ということでありますけれども、福岡の成功が出てきてるでしょう。じゃあ次の世代が触発されるわけです。そして自分の会社を作り始めるでしょう。シリコンバリーは、彼は、 サンフランシスコは何が良かったかと言いますと、たくさんのですね成功した企業が出たからだと思います。だから成功例に取り巻かれて、そして優秀な人材に取り巻かれるこれがサンフランシスコの優れた点です。やっぱりサンフランシスコはね、もうそらシリコンバレーはあのまああの実際私もあの現地にね行った時に、もういろんなレストランでその出会いがあってそこでそのお互いの なんていうの強み同士をね合わせてよしチャレンジしてみようってダメだったらもうすぐにやめてっていうねそういうサイクルがすごく早くてあのそこはすごい強みだなと思うし一方でその福岡もあのやっぱり同じように実は私たち行政とそれから民間とっていう産学官ですね大学とっていうところの敷居がとても低いっていうところが特徴で。 であのそこがすぐチームになって動けるっていうところが日本の他のの他都市との違いなんですね例えばあの東京の都知事とスタートアップがよく議論するなんていうことはそんなにあの数はないと思いますけれどもあの福岡の場合はスタートアップを一番中心に置いているので。 あのスタートアップのピッチ大会に行ってそういう皆さんのサービスを聞いたりとかもしくは行政がそこにサポートをしてあの成功事例を作るサポートをしていくっていうのに積極的に、まあ、介入していくっていうようなあのこともあの他の都市ではなかなかないこれがあの福岡の強みだと思っています。そして、て地方っていうのは、その 東京に対してやっぱり例えばお金が集まらない人が足りないとかない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 でいろんな課題点があるんですけれどもそこのところをどうやって克服するかっていうところをあの全体のチームとして乗り越えてきているのでエコシステムっていうのは最初からあったわけではなくって本当に課題を一つ一つ解決をする解決をする解決をするっていう形であのエコシステムがどんどんあの循環できるような形に今なってきていると。 いう状況です。で、これがまあもちろん福岡だけではなくって、日本のいろんな地域にこのエコシステムができるっていうことでね、あの、やっぱり全国で、日本中でやっぱりチャレンジする人っていうのが、チャレンジしやすい環境っていうのを作っていこうというのが大きな狙いとしてあります。 さてお二人の興味深いお話まだまだ聞いていたいんですけれどもお時間が近づいてきましたので、えー、最後に一つずつ質問させていただきたいと思います、えー、ではまずアクシェイさんこのアセンション次元上昇という意味ですがユニコーンへと次元を上げるためにはどのようなことをすべきだと思われますかまた日本展開の意気込みと一緒にお聞かせ,お聞かせください I think まず始まりは、世界の問題を見せるところから始めるでしょうね。問題が分かれば解決したくなるわけです。世界で何の問題があるのか、そして世界をより良くできるのはどう解決していったらいいのか、そしてそのために技術を手ことして使えるのか、そうすると世界がずっと良くなるでしょうと。そこが始まりだと思います。私たちのノーションのケースを申し上げましょうか。か まず私たちが見たのは、まあ、どんどんツールをです、ね、仕事で使い始めた。あまり数が、まあ、私はリンクインで働いたことがあるんですけど本当に基本的なのはではなくて10以上のツールを使わないと仕事ができない。これは多すぎました。だから、もっといいやり方があるはずだ。接続もできるはずだと。それが見つけた問題で解決でありました。そしてユニコーンになりました。だから、スタートアップができるサイト お客様に近くいることですそしてお客様の痛みを本当に共感して分かることです。そして問題解決をです、ね、意義深くやってあげること、スタートアップの強みです。うん、1一つ、ユニコーンは、まあ、何ができるんでしょうか、まあそうですねまあ、会社がです、ね、10億ドルになる、まあ、企業家しまで。 まあ期間を与えられているわけでありますけれども、そうですね、ユニコーンになって嬉しいですよ。でも、それと同時に長期的な、持続可能なビジネスも目を向けております。ですから、ノーションは、そうですね、3年以上利益を上げておりますけれども、そして簡単なビジネスモデルであれば、ソフトウェアを作って、ツールを作って、そして買ってもらって、もうけが出るとそれだけです。成長するわけです、それで。 ユニコーンのリストでメリットも受けております。でも私たちを前進する力は問題を解決し続けること、そしていいビジネスをですね構築し続けること、そして長期的には持続可能な企業になること。それでは最後に高島市長、福岡市の次元上昇の展望、そしてノーションへのメッセージをお願いいたします。うん、あの なんていうか、まあ、福岡市が今スタートアップに力を入れているというのはそれは何て言うんだろうそもそもやっぱりリスクを取ってチャレンジをする人が尊敬される社会を作りたいっていうのが大きな目標があってそのためにはそのまず福岡からそれをやってみせるっていうことが大事だと思うんですね。やっぱりあの 今の私たちがあるのもやっぱりこれまでの人類が一つずついろんなイノベーションとか工夫とかチャレンジをしてそしてより良い社会より良い生活っていう中で今の私たちがあるわけでやっぱり私たちの世代もまたより便利でより良い,い社会を次の世代に渡していかなくちゃいけないというふうに思っていますでそのためには今せっかくこうやってグローバルにつながることができる環境ができるわけですからやはり 私たちが素晴らしいサービスを作れば、それは世界を変えることができる。そんなサービスを生み出すってとてもワクワクするし、それを、あの、スタートアップと一緒になって、あの、生み出せる街っていうのをね、えー、作っていきたい。それこそ、まさに、あの、世界の社会の次元をこう超えていくアセンションに、あの、つながっていくというふうに思います。あの、ノーションの、あの、素晴らしいサービスは、 もう福岡でもたくさんの方がもう既に使っていて、あの農所の名前を出したら結構エキサイティングになる、あのエンジニアがたくさん、あのいたんでね。あのぜひ、あのまた福岡にあのお越しいただけることを楽しみにあのしていますし、またあのぜひあの福岡のね、チームの仲間として一緒に福岡からあのチャレンジができる、そんな日もあの期待をしています。今日どうもありがとうございました。 秋代さん、高島市長、本日はありがとうございました。ありがとうございました。